どうも、えー、僕たちはプルルンバチというコンビの引き波とテラカドです。よろしくお願いします。まああの普段は僕はあのまあ2012年デビューでしてね、えー、普段コントや漫才などが頑張っているわけなんですけど、えー、それでは挨拶代わりの自己紹介をしたいと思います。まあ、僕たちもうコンビを組んで1年ぐらいなんですけど、結構正反対のところがありまして、僕今大学行きながらで、あの親と今一緒に実家暮らししてるんですね。 彼は北海道からあの高校を中退して東京に出てきて一時期ホームレスやってたんですよあのなんかアパートの契約講師のを払う金がなくてあの2ヶ月ホームレスやってる間に俺19歳誕生日迎えました。 実際さ2か月のホームレスってめっちゃ大変ちゃうあ大したことなかったあの実家暮らし同じマジででも夜とか寝れんのいやあの寝床には困らなかったね、うん、なんか深夜1時30分になったら、うん、あの街中の段ボールが回収されちゃうから、うん、その前に俺が段ボール取って家作ってそこで寝ればよしすごい知らんかった情報ありがとう、うん、でも逆にさ朝とかどうなん、うん、実家暮らし同じマジででも俺は例えば起きたい時間があったらおかんに言ってそれ起こしてもらうことできるけどお前そんなんできひんやろ同じ マジで朝9時になったら警備員の人たちが起こしてくれるからいやそれ別の意味ちゃうのもう34人に囲まれてね確実に起きるよ、うん、いや確実に不審者やと思われてるやん あの朝方寒くなったらあのマクドナルド行って温まればいいしね、うん、ああマクド行くんや、うん、あの夜寝る時はマクドナルドのマックチキンの段ボール回収して家作ってそこで寝ればよし、うん、いやマクドナルド寒さまやな、うん、確かにねでもそこはちょっとうち隙間風がやっぱ多いじゃんああ段ボールとかやから、うん、やっぱそういうなると寒さとか暑さとかも通り越してあの結局何も感じなくなるよね <laughs> いやほんまにな 俺ほんまになんかお前じゃなくてよかったわ実家暮らしと同じだったいや全然違うやろ、うん、じゃあね最後にそんな正反対の僕ら二人ですけども、えー、将来の夢を言っていきたいと思いますええーまあ、僕たちプルルンバッチではですねもちろんあのテレビはもちろんなんですけれども今後あのインターネット、まあ、例えばこの YouTube さんであるとかそういった方々をね協力してさまざまなコンテンツに挑戦していろんなものをね皆さんにお届けしたいと思いますので今後とも末永くよろしくお願いしますお願いします以上プルルンバッチでしたありがとうございました